アネモネ TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。夜明けの音です。10月7日は夜明けの音で龍開きというイベントに出演いたします。これはアネモネ創刊30周年光のイベントということで、私たち素敵なイベントに出させていただくことをとても嬉しく思っています。今回はアネモネでも発表しました CD 創造世界のあなたへを中心としたコンサートだったり、後半では一人一人の龍が目覚めて光のアルケミストになる、そんなコンセプトでお届けしていきます。はい、本当に今回ですね、特集を組んでいただいたツインデイ、そして夜明けの音、キリンと鳳凰としての存在でですね、初めて今回東京でコンサートさせていただきますけれども、一人一人やっぱりですね、龍がもうみんな目覚めたいよ、そしてまだ入ってない方と入ってる方とって、まあ当日いろいろあるんですけれども、本当の自分の中で龍をしっかり認識してこう定着させてですね、力強くこう幸せに生きていく、そういった龍のエネルギーを入れてみんなで幸せに生きていく、そんな内容のテーマになっていると思います。とても私たちも全力で取り組みますので、ゆったりねお楽しみいただけたらと思います。はい、私たちは今までは明けの音として忍びとピアノで演奏してきましたけども、はい、今回アネモネで取材を受けた時に鑑定士のサニーさんに、はい、あなたたち2人は間違いなくツインレイよと言っていただきました。いただきました、はい、お墨付きを。はい、まあ、そこでね、涙のエピソードをたくさん、びっくりしました。はい、過去性をね語っていただいて、はい、うん、その時は本当にねびっくりで驚いた、はい、もうただただ驚きの、はい、時間だったんですけど、今となってはね2人とも体に馴染んできてね、はい、はい、もう早くこのツインレイとして演奏したいなという気持ちでいっぱいです。前よりもこうツインデイと分かった以上はっていうところがあって、うん、やっぱり過去性でこう果たせなかったエネルギーってね、お互いあるんですが、はい、その男女で、うん、しかも洋楽器と和楽器、ピアノと笛じゃないとできないことを私たちはできるし、はい、やっぱりこれから絶対残していきたいってことが、そのサニーさんのおかげでね分かったんですよ。なので本当に朝日さんとこう昼夜いろんなこうミーティングとかするとお話とかもいっぱい時間を過ごして、うん、このツインデイでやる、なんていうのかな、しか果たせないものってあると思うんだけど、そこに焦点を絞って今回しっかりとお届けしたいと思っています。それでは動画の最後に、アネモネを愛する皆様のために私たちが書き下ろした曲、光の女神たちを演奏したいと思います。はい、とても思いを込めて作った曲です。聴いてください。